こちらはジクサーの100150、ジクサー SF150 だ、横で撮っているのが 25SF ですが、その150バージョンということで、タイヤが細いのがちょっと見えますよね。カウリング形状とかはほぼほぼ同じような形になっている。マフラーも同じ、タイヤはちょっと細身にはもちろんなっていますね。タイヤのサイズ、フロントが100-80-17、リアが140-60-17、250、これがですね、リアタイヤが150になります。フロントは70になっているので、ちょっと太くなっていきますよね。エンジンクレでしたね。さすがにですね、エンジンはクレの短気筒、SHC2 バルブ、ただし車重が140キロ、車重140キロっていうのはですね、川崎の 25SL ありましてね、シングルのスポーツ、あれと同じぐらいの車重になるということで、こちらは軽い車重の中で、154.9cc、まあ、155cc という形になりますかね。馬力は 14.8 馬力、8000回転、最大トルクが 1.43kg、 6000回転で、出力を出て、ミッションは5速ですね。まあ、車重がね結構軽いということで、150とはいえスポーツバイクとしてはですね、まあ、かなり楽しめるんじゃないかなと思いますが、当然のようにこれの 250cc が揺れで出たということでね、随分、噂にはもちろんなりましたが、空冷なのでラジエーターもオイルクーラーもありませんね。ちょっと細身のタイヤで、来ておりますが、フロントマスク、そして電気を入れると同じか、お、同じだな、はい、そしてハイビームにすると下までつく、はい、眩しい。フュエルインジェクション、お、これ短気筒でもフュエルインジェクション使ってるのか、ちゃんと。どれあるか、こんな感じか。おお、空冷でもフュエルインジェクション使って、結構スポーティーな感じじゃないですかね。ちょっとリアサスペンションをね押してみると、お、しっかりと、まあ、乗り心地、まあ、150の割には意外としっかりしたサスペンション持ってるかな。いきます。鍵が、まとめちゃいたいな、鍵が、あ、すいません、なんだ、 何がついてるの。シート、シート下にエイドキットが入ってるんで、転んだらそれで、ね、お、これも開いてこれも開くんだ。下は開かないです、上だけです、ね、あ、そう、14馬力、14馬力、はい、140キロ、135、軽い、ちょっと軽い、あ、ごめんなさい、140です、失礼しました、140 では、おお、なかなかガサツではないな。さあ行ってみたいと思います。丸山博士の速攻インプレ、ジクサーの 150SF ですね。前に 250SF をご紹介したんですが、車体が250と同じ車体を使っていながら、エンジンが 155cc 短気筒を使っているマシン、まあ、元々はこの 150cc の車体に対して250の揺れエンジンを乗っけたっていうところがすごいところだったんですけどね。今回はその元となる 150SF ジクサー 150SF をですね、ちょっとインプレしてみたいと思います。まず足つきですね。足つき、25の時にも言いましたけど、そこそこ腰高感はある、両足のかかとはつかないぐらいなんですよね。ただ250よりもマシンを起こした時のサスペンションのこの柔らかさがあるので、少し良いようにも感じますけど、でも50歩100歩250とそれほど変わらないかなと、意外とですね、足べったりという余裕なマシンではないので、まあ、これはこれで逆にですね、スポーツ性をちゃんと持たせてあるマシンだなと思います。
足を乗っけてみるとそこそこバックステップ気味に感じますよね。タンク前にこのエラでねしっかり車体を押さえて足を外で蹴り出すような形でマシンをこうホールドさせるようなライディングポジションを持っている。対してステアリングはですね、まあ、腰骨の位置に、まあ、ほぼ近い位置の高さですよね。対して、低くはあるけれどもタンク長が短いので、まあ、それほど前傾取らずともいいかなと。ただ若干の絞りと狭いあのハンドル幅があるので意外とこうコンパクトにね、前傾姿勢を取ってちょっと腰を引けば、しっかりと前傾のできるライディングポジションを取っているので、250同様にですね右へ左へライディングするのが、まあ、面白い、そんなライディングポジションになっています。非常にですね今ワインディングね走ってきてスポーツすることが楽しくなるようなライディングポジションをねしっかり持っていましたよ。前後のブレーキねシングルディスクのバイブレの、まあ、インド製のブレーキかな。タッチはですねまあそこそこまあよくは効くんですが一番最後に思いっきり握り込んだところがですねやっぱりスピードが出てくるともうちょっと効かないかなって感じがしますけどまあでも150のスポーツバイクとしてまあそこそこのコントロール性とそしてこのね足回り意外とね足回りもねしっかりとある程度ダンパーを効かせながらまあ柔らかい足回りを作っている。そしてフロントフォークもね意外と太めなんですよ。倒立こそ使ってないものの成立でもねそこそこフロントフォークの剛性感とそしてリアサスペンションのこのねしっかり感 155cc のスポーツバイクとしてはそれなりにワインディングをねしっかりとこう攻めさせてくれるかなと。そしてワインディングを走っている最中のハンドリングもやっぱりスポーツできるハンドリングをしっかり持っているなという感じがしてまあこれはこれでですねやっぱりただ単に形だけフルカウルというよりは、安い価格でしっかりとですねオートバイをスポーツさせる、まあ、そんなようなマシンに仕上がってるんじゃないかなと思います。エンジンかけてみましょうかね。よっさあエンジンかけの方にですねちょっと回ってみますがこんな形メーター250と同じですけど 側こそが、日本で売っている 250R とはちょっと側が違いますけど中身の雰囲気は同じですよね。エンジンかけてみましょう。よっよっおお。空冷のエンジン短気筒にしてはしっかりしてるな。エンジンかけた後のしっかり感があるなと思ったらこれはこれでインジェクションを使ってるんですよね。よっしっかりとインジェクションを使っているのではい排気音もいいじゃないですか。空冷のエンジンね SOHC それも2バルブなんですね。250は4バルブ短気筒 SOHC 4バルブでしたけどこれは2バルブエンジンはね上の回転でいうとはい1万回転手前9500回転でレッドゾーンがあるのでまあ9000ぐらいまではしっかり回るんですがその後はやっぱり250のようにガンガン回るような形ではなかったですね。9000あたりでちょっとですね詰まるような感じがあるので、まあ、9000あたりまでで走っていくのが面白いようなエンジンになっています。いいじゃないですか。エンジンのフィーリングすごく良かったと思いますよ。今ね走ってきて下の回転数そこそこ、5、6000で走っていてもそこそこ、ワインディングをねまあガンガン上るとは言いませんけど右へ左へ切り返してアクセルのレスポンス付きで楽しむようなことができるエンジンに対して、回せば9000ぐらいまで元気よくね回っていくので、そんな形でワインディングをねスポーツするバイクとして楽しむにはまず車重の軽さがやっぱり140キロですよね。この車重140キロっていうのは250の場合は、100
161キロあったのかな。それが車体が同じだけどエンジンがね空冷にして、そしてホイールがね少し狭くなった、細くなったおかげで140キロ、21キロの軽さができたと。21キロの軽さができて、馬力はですね 14.8 馬力8000回転、14.8 馬力か、250が 26.5 馬力ですから、まあこの軽さをもってして、面白みをですね消さないようにしたという形ですかね。空冷エンジンではありますが、同じスズキエコパフォーマンスという名称が書かれています。どんだけですね効率のいいエンジンを作り出していくかっていうのがスズキの今の命題にもなっているのかなとも思うんですけどね。ホイールベース軸間はですね250が1345に対して1330と少しだけ短いんですよね。全長なんかはですね2050で、こちらの方が2号よりもちょっと長いような形になるので、車体的には同じだけどホイールベースがちょっと小さくなっているという形。シート高780、これ250がね800だったので、やっぱりサスペンションの沈み込みの違いかなという感じがしますよね。空冷短気筒 SOHC2 バルブ、空冷短気筒 SOHC2 バルブ、はい、エンジンはですね、空冷のフィンがついてますね。2バルブ、250はね4バルブだったんですけどね。ボアストローク56に対して 62.9 ミリ、トルクは最大トルク 1.43、 タンク容量12リットル、ミッションは5速ですね。100の80の17インチ、そして140の60の17インチ、こちらもインド生産で日本の価格にして今249,000円と、なんと25万切った金額でスポーツバイクをですね提供できるという形になっているので、これはこれでね意外と欲しがる人いるんじゃないの。これしっかり走ってましたよ、ちゃんとヘッドライトもね LED、 これハイビームかロービームにしてこんな形、はい、こんな形ならばね十分に楽しく走れるんじゃないかなと思いますよ。さあ、手頃なね、楽しめるスポーツバイクとしてスズキのジクサーシリーズがね今頑張って世に出てきておりますが、こちらもですね、ぜひですね皆さん注目していただければいいんじゃないかなと思います。とにかく30万円台20万円台という形でね出てきているので、ぜひですね、取っかかり、バイクへの取り掛かりとしてはバイクをスポーツする乗り物として育ててくれるような一台になっていくんじゃないかなと思いますのでね、こんなマシンもですねぜひ注目していただければいいんじゃないかなと思います。